はい、どうも、ことです。今回なんですけども、キングヌーのティーンエイジャーフォーエバーの解説をしていきます。コード掲載サイトユーフレットの簡単コード引きっていうのを、参考にしながら解説をしていくので、よかったら概要欄に貼っとくんで、合わせてご覧ください。はい、じゃあ早速解説をしていきます。はい、じゃあ一回ちょっとゆっくり弾いてみます。初めのコードが C ですね。これ多分みんな最初に弾くコードだと思うんで、まあ、できる人多いと思うんですけど、5弦の3フレット、4弦の2フレット、で3弦開放の2弦の1フレット、1弦開放です。で一番下の6弦を親指で軽く触れてミュートしてます。で右手のストロークなんですけど、で基本的にオルタネイトでリズムはずっとこうですね、ワンツースリーフォー、ワンツースリーフォーでどこからピックするかっていう感じですね。ワンツースリーフォー、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 基本的に全部これですね、右手は。で次が Dm7。これは5、6弦を親指でミュートして、結構2本押さえないとダメなんで、結構握り込んでます、こう。ちょっと座ってるんであれですけど、立ったらまあ、手首を返す感じですね、こっちに。で4弦開放の、で3弦2フレットなんですけど、これ結構2弦のところに薬指お腹が触れちゃう場合があるので、しっかり立てて綺麗に全部が鳴るようにしてください。で次 Em7、 これは簡単ですね。5弦の2フレットを押さえるだけなんで、あと全部ミュートもなしで全部弾いてます。で次 F ディミニッシュ、これ2弦の開放が結構指触れちゃうので、しっかり指立てて、これも下2弦は親指でミュートしてます。ほんでこれカポつける場合にね、結構邪魔になるんで、こうやって斜めにつけるのおすすめです。これこうしちゃうともう完全に指当たるんで、押さえれないですよね。だからちょっと斜めにして、やってます。はい、じゃあ次、Fm7b5 ですね。これ多分この曲の中で一番難しいコードなんで。1弦と5弦、これミュートなんですよ。これが結構難しくて、で6弦はこれ押さえてます。なんで結構手首また返して握り込む感じで押さえてます。で親指の先っちょで5弦をミュートして、まあ、それから中指の先っちょでも大丈夫です。で一番1弦は人差し指のお腹で軽く押さえてミュートします。じゃあ次 G ですね。これは結構みんないけると思います。これミュートせずに全部弾いてます。で結構こう押さえる人とか、こうとか、まあいるんですけど、まあ僕、これあんまおすすめしないですね。もう慣れちゃったんで僕これで弾いてるんですけど、多分こっちの方がいいと思います。なんかこう C の流れからこうシュッていけるんで、ちょっと慣れてないんでシュッていけないですけど、あとここの指とかね余ってるんで、なんかいろいろアレンジできるんで、
次 F ディミニッシュ挟んで、最後 A マイナーセブンです。これ一番下、ミュートして、5弦開放、4弦2フレット、3弦開放、2弦1フレット、1弦開放です。はい、ここだけちょっとストローク変わって、こう一回弾いて、右手でミュートして、また弾いてます。こんな感じですね。で、間に F ディミニッシュ挟んで、Am7 に行ってます。で、その次が、ちょっとスライド入れながらの、1弦2弦の5フレット、小指で両方押さえてます。アップから入ります。1、2弦以外は全部他の指で軽く押さえてミュートしてます。ここ続けてやると、こんな感じですね。はい、じゃあ次サビ前の B メロですかね。やっていきます。はい、これ E フラットですね、最初が。これ6弦ミュートの5弦6フレットで、4、3、2、8フレットで、で、1弦が6フレットです。中指で3つお腹で押さえてるんですけど、で、最後1弦がしっかり鳴るように、ちょっとこう立てる感じで。はい。で、次、さっきの C。で、次、B フラット。これも一緒ですね。同じ形です。はい。じゃあ最後、サビやります。はい、これは今まで使ったコード、プラス F が来ちゃうんですよね。まあ、F なんですけど、まあ、この制覇ですよね。人差し指で全部、1弦から6弦まで押さえるんですけど、まあ、もう慣れとしか言いようがないんですけど、まあ、こう、まっすぐ押さえるってよりかは、指の側面、こっち側を使って、なるべくフレットのこの、近くを押さえる感じですね。で、プラス5弦4弦の3フレットを押さえて、で、3弦の2フレット中指で押さえてます。で、これができない人はもうパワーコードの形か、あとこの上3つ、2弦1フレット、3弦2フレット、3弦3フレット、まあ、これだけでも一応 F なんで大丈夫です。で、もし制覇して全部弾けない人は、もうさっきのこの簡単な形でもいいんで、まあ、そのうち絶対やってれば指の力がついて、もう簡単に押さえれるようになるんで、まあ、これにこだわってなんか結構挫折する人多いんで、まあ、それだけは避けてほしいですね。あとはそうですね、全部今まで出てきたコードなんで、まあ、いけると思います。はい、じゃあ今回こんな感じで終わります。よかったら下の概要欄に僕のブログと、よいしょ、あと SNS のリンク貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。あとよかったらぜひチャンネル登録もお願いします。ではまた。